県蔵王温泉全七の湯さんに来ております。熱い、待って、全然言葉らないんだけど、ほら、うまっ。ちょっとね、売店に来てみた。全然ね、なんか売店ってさ、来たことなくてさ、なんかいつも来る頃って閉まってるんだよね。あ、見て、なんか背とか、リンゴ、ポンカンが売ってる。牛革だって、牛の革じゃん。宝物は酒とか、カップ麺も置いてありますね。山形の鮮牛肉、うまくてすみません。美味しそうだね。山形の名物とかもね、いろいろ置いてあるので、もうお土産屋さん行かなくてもここで買えるってこと。美味しそう。なんか芋煮カレーとか気になるんだけど、普通に、ちょっとなんか買っていきましょうか。あ、アイズ売ってるよ。ハーゲンダッツのみ、ちょっと高級志向ですね。ちょっと売店に行ったらね、飲み物、客室の冷蔵庫に入れるの忘れちゃったってスタッフさんにね、こんなに飲み物いただきました。ありがとうございます。いつもいつも本当に、今回はね、余分にいただいたんですけれども、本当にね、もうスタッフさんたちお優しくてね、たくさん飲み物いただいたので、これ飲んで撮影頑張ります。さくらんぼのビール飲んでみたいな。あんまお酒飲めないけど、よいしょよいしょ。これサイダーじゃないんだ。ルネッサーさ、ふざけてる場合じゃなかった。もう行かなきゃ次の温泉。夕食も食べたのでね、今から客室についている温泉を見に行きましょう。まだね、行ったことないんですよ。もう3回目も来てるんですけどね、客室に温泉がついているお部屋が1つあるんですって。ちょっとどんな感じなのかね、行ってみますよ。あ、閉まってる。なんかさっきまでさ、ご飯食べてさ、すごい明るい雰囲気だったのにさ、なんか暗くない？一気にこの消灯された感じです。意外とね、客室もね、多くて、全然こっちの方ってさ、来たことなかったけど、こんな感じにね、客室ずらっと並んでます。このお部屋、このお部屋が客室がついている、ちょっと客室に、温泉がついているお部屋です。で、前回も今回もね、高級なお部屋に泊まらせていただいているので、お一人様6万円もするね、お部屋でございます。まあ、平均するとね、まあ、1万4000円から、6万円ぐらいのね、相場でのね、お部屋があるらしいんですけど、まあ中間ぐらいですかね、きっと温泉もついてるですだろうし、違うな、温泉もついているから。もうね、すごいの、もうこのお部屋にいるだけでもう温泉に包まれてるっていう感じ。もう温泉と共に暮らしたいっていう希望の方はいいかもしれませんが、この温泉の香りがどうしてもっていう方はもうね、お部屋戻ってきてテレビ見るときも寝るときもずっと温泉の香りがします。このお部屋もさ、なんかこうシンプルだけどテレビも大きいし、でここに座ってさ、テレビを見るわけでしょ。よいしょ。すごい快適だね。アメニティセットとかも高級なところと何も変わらないし、でここにはなんかお茶とかも並んでいて、やっぱりこうちょっと高めな高級そうな湯飲みとかもね、置いてありますからね。なんかここに本も置いてあるの、これ。正真正銘五つ星源泉宿。きっとここにね、全七の湯さんがね、入ってる。
でしょうね。行ったことあるようなさところとかさ、結構思ってるね。深川温泉とか。へえ。これ見て、ここ行ったね。蔵王温泉の鶴屋さんもね、一回お世話になりました。ちょっと見当たらないわ。このね、お外に温泉がついてるんですよ。すごい。もう開けた瞬間にもうなんかすごいこの硫黄の香り。いや、部屋まで充満するってやばくないですか。今まで客室の露天風呂とか温泉入ったことあるけど、こんなに部屋の中まで硫黄の香りするとこってないよ。すごい。これちょっとこのまま行くと濡れちゃうので、よいしょ、脱いで行ってみよう。もう本当にね、もう至り尽くせりな感じで、本当に撮影もしやすくてね、いやありがとうございます。よし、では行きましょうか。あっ、待って、私ちょっと家の方になると思ったら、どこかしら、ここ自宅のお風呂かと思ったら、急に温泉にタイムリープいたしましたわ。小玉さんはどこに行ったですって。いや、知りませんよ。ちょっとだって私ただ家の風呂に入ると思っただけですもん。何、ちょっと寒いのにもう入らせていただきますわ。あ、寒い。なんかちょっと濁っていますわね、ここのお風呂は。ああ、お願いいたしますわ。よいしょ。あー、すごい気持ちいいでしょうね。温泉の香りがプンプンいたしますわ。もうこれ温泉かしら。もうね、お肌がツルツルするのよ。ちょっとこれトーバル透けすぎじゃありません。ちょっとホテルスタッフさん、ちょっとあのタオル変えていただけます。うわ、ありがとうございます。あら、これは全室の湯さんじゃございません。もしかしてここって全室の湯さんの客室の温泉ですか。え、全室の湯さんって客室の温泉があったんですか。知りませんでした。せっかくですのでね、あの皆様もね、この客室の温泉見てないと思いますのでね、レポートして差し上げますわ。こちらがね、浴槽となっております。もう木でね作られておりまして、まあここでね、排水されているちょっと変わった作りになっておりますわね。まあ溢れ出ないようになっているのでしょうか。まあ、こちらのお風呂も源泉かけ流し 100% でございますので、こちらの方からね、もうジョボジョボとね、源泉が流れ出ております。これは暑いんですよね、本当にね。あ、でも、露天の時よりは、そこまでじゃないかもしれません。そして、こちらはね、客室でございますので、もうご覧ください、こちら。もう客室が丸見えでございます。もうこれどういう気持ちなのかしら。まあね、内側にはカーテンがついておりますが、カップルで来た時にね、彼女さんがね、じゃあ先に入るねって言ってね、あの入った時にね、もう彼氏がね、ここでじっと見てるわけですよ。そういう使い方でしょうか。いや、でもちょっとね、もう窓も開いてて、でも窓が大きいんですよね。窓大きくありません？これ開くのかしら。あ、え、うわ、これはどこに繋がっているのでしょうか。でもなんか向こうにもねありますわよ。お風呂、多分大浴場かと思いますね、あちらのお風呂は。男湯の方かしら。うわ、すごい。待って待って、星がすごい綺麗なんですけれども、
でもちょっと湯気もあってね、あんまり見えませんわね、映像では。でも目で見るとね、すごい綺麗なね、ミス空があるんですの。普通の客室って私見たことがなかったんですよ、伝説の湯さんの。すごくすごくいいところをね、見させていただいて。でもね、めちゃくちゃ綺麗。他の部屋もこんな感じなんだからね、もうめちゃくちゃ綺麗で最高じゃありません。貸し切り温泉にも入れて、源泉 100% のね、かけ流しのお風呂にも入れて、1万安くて1万4000。いやーもうね、素晴らしい。でも海外のお客様がね、多いらしいですわよ。もっとね、日本の方もね、ぜひ来るべきだと思います。すべてをね、YouTube さんで見せるわけにはいきませんのでね、すべて見たい方はぜひファンクラブをご覧になってくださいますね。硫黄の香りが止まらない。カラコキサーカスに出てくるやつのものまね。変な味がしますね。寒いのか暑いのかもう分かりません。それではここでね、アルバチェックしてみましょうか。もうちょっと湯気がねすごくて、湯気もりもわもわなんですけれどもね、こちらが洗い場でございます。こちらのね、洗い場が、こちらシャンプーですわね、ポーラの、ボディソープでございました。ポーラのね、この大きなボトルのね、ボディソープが設置されております。もう全部パンパンにね、入っておりますのでね、もう本当にこういったところにもね、サービスが行き届いているのがわかりますわね。こちらにね、真っ黒なシャワーが置いてあります。まあこのね、鉄の成分ですとか、この硫黄の成分ですぐ錆びついてしまいますので、これはプラスチック、樹脂で作られているシャワーでございます。まあ、このね、樹脂のシャワーも至って普通のね、シャワーでございます。まあ、あんまり見ないですけれどもね、まあ、こういうね、温泉旅館さんとかに特化してね、作られているシャワーでございましょうか。ここの前室の湯さんね、前回4月5月あたりもね、来たんですけれども、やっぱりね、私冬の方がね、魅力的だと思いますわね。この雪降りもそうだしね、もうこの雪景色も最高でございます。寒い。もうすぐ溢れ出てしまいますわ。いつまで見てんだよ。カリオさん、カリオさん、ゆっくり離せてちょうだい。ちょっといつまで撮ってんの、見せ物じゃないの。ごきげんよう。